デスはアメリカフロリダ州オーランド出身のデスメタルバンド。ギタリスト、ボーカリストのチャック・シュルディナーを中心とし、1980年代から1990年代を通して活動した。当初はバンド形式だったが、アルバムを出すごとに彼を中心としたプロジェクト形式での活動に変わっていった。1995年には来日公演を行っている。モービットエンジル。 オビチュアリー、ディーサイドラと共に、フロリダを中心に活動を行い、カンニバルコープス、サフォーケーション、マルボレントクリエーションらニューヨーク勢と共に、1990年代、初頭のアメリカデスメタルシーンの創世期を支え、世界中のデスメタルバンドに影響を与えた。特に初期の活動は、デスメタルというジャンルの成立に大きな影響を残している。デスメタルという名前は、 このバンドにちなんで付けられたとする説もある。元はスラッシュメタルからデスメタルへの過渡期にあたる曲作りを行っていたが、後のシニックのメンバーを加えて録音された、1991年リリースのヒューマン、ヒューマンマイナス以降はテクニカル路線を強める。同時にデスメタルとしてはメロディアスさが強調されたギターソロなど、 他のデスメタルバンドとは異なる要素を含んだ音楽を展開していった。チャックシュルディナーとその家族は闘病生活の中で多大な手術費用が必要となり、経済的に困窮した。私物をオークションにかけ、多くの基金や事前コンサート、ヘビーメタルコミュニティからの助けなどを得るものの、支払い能力の欠如から、医療機関より必要な手術を拒まれるなどした経緯がある。 そうしたことを踏まえ、チャックシュルディナーの死は、がんに侵されたテスタメントのチャックビリーと共に、多くのミュージシャンや彼の家族、そしてファンの間から、保険などの生活保障のないミュージシャン生活についての問題提起も投げかけられた。公式サイトでは、今も彼を痛む声の投稿が続いている。チャックシュルディナー、ありがとうございます。